写真拡大。指揮官の雷が聞いたのか。巨人の坂本勇人内野手31が25日のヤクルト戦神宮で2009年から12年連続の2桁本塁打となる10号ソロ、0の2の3回2次走者なしから相手先発石川が内角低めに投じた127キロのスライダーを左翼席に運んだ。この日の試合前時点で打率2割2分7厘。広島からの移動日となった前日24日には原監督からやっぱり3人、坂本、丸、岡本がやらないかんよと檄が飛んでいた。1試合2本塁打した8月12日のヤクルト戦、東京ドーム以来となる一発に坂本は一振りで仕留めることができました。どうかなという当たりでしたが、ギリギリ入ってくれてよかったですと白い歯を見せた。